マイナンバーをめぐる相次ぐトラブルを受け国会では野党側が河野デジタル大臣の更迭を求めました中継です、はい、立憲民主党は別の人の年金情報が表示された問題などで岸田総理を厳しく追及しました。 年金の支給額に影響することはないと報告を受けておりますが速やかに関連するデータの総点検再発防止策と合わせて公表するよう関係大臣に指示をした政府はマイナンバーカードと保険証の一体化を進めるために来年の秋には今の保険証を廃止する方針です野党はこれを河野大臣が主導してきたとして岸田総理に更迭を求めました ここまでの河野大臣のね、仕事ぶりを見たら、鋼鉄が適当かと思いますけれどもまさに総点検や再発防止等に取り組んでもらっているところであり、まあ、引き続きこれ職責を果たしてもらいたいと岸田総理は一連の問題について国民にご心配をおかけし申し訳ないと陳謝しました終盤を迎えた国会でマイナンバーの問題が岸田総理の解散戦略にも影響しかねない事態となっています